名前を。武田博之です。はい。はい、でももうね、何年ぐらい？久しぶりですね。久しぶりですよね。はい、一番最初会ったのって覚えてます？覚えてますよ。青山の、はい、ジョナサンです。ジョナサンか。ジョナサンです。うん、そうですよね。あの岡本太郎絡みの、絡みのですね。空という。はい。あれは空という僕もよく分かってないんですけど。あれなんですかね。なんか何だろう、岡本太郎ファンクラブみたいな。ファンクラブというよりも、ちょっと違うかな。あそこ研究会。研究会でもないですね。そこまで岡本太郎が大好きだからっていうの、はい、美術館の方ですね。記念館ですね。二次会で飲む仲間ですね。あ、なるほど。そうですね。じゃ今日はよろしくお願いします。はい、面白いでしょ、でも。面白いですね。あ、すごい。もう書いてるじゃないですか、ちゃんと。さすが。もう何の説明もいらないですね。初めて使ったって感じじゃないね。でもコンピューターはずっと使ってたんですよ。そうですね。そのペンの感じなんかどうですか。なんとなんか不思議にちょっとこう返ってくるものがありますね。リバなんていうのかな、返りがあるっていうか、うん、ちゃんとこの硬いものに返ってる感じじゃないんですか。うん、それね、今ね、あのフェルト芯っていうのを使ってるんですよ。はいはい、ペン先がこうフェルトでできてるやつ、硬い。うん。もっと柔らかいのもあるんですよ、実は。そう持ってきないんですけど。で、結構なんか落書きとかボールペンとか入ってるといいのができるっていう、うん、悩ましい現象は。うん、はい、それはもう僕ももう常に。ありますよね。うん、あのね、ちょっとしたね、あの裏紙に、そう、うん、ボールペンでちょこちょこってやるとね、あ、これいいなって思うんだけど、落ち着くんだろうっていいのができたりするんだけど、それがなぜかなくなってるんですよね、キャンバスに書くときに。ね、でもそのぐらい楽な感じで PC だと、あ、いいな。この方に行くと分からなくなるっていう。今日持ってきたペンはね、ちょっと太いやつなんですよ、わざと。普通のはもう少し細いやつなんですけど。あ、本物あるんですね。太いやつの方が力を、あの、筆圧高くても比較的楽に書けるんですね。細いとほら、一個の色を使う、それを使い切ろうと思っちゃうんですよ。使い切れないの。へぇ、なんかこう、一個の色選択して、そのままこれ、それで使う部分を探していくんだけど。あー、なるほど。すごいってのは知ったんですけど、ここまでそうすぎて迷っちゃってもらえそうですね。そう、どれを使っていいんだか分かんなくなっちゃう。でもね、最終的には使う道具はね、もう3、4本。そうですよね。うん、そうですね。それが見つかるまではやっぱりいろいろ迷うけど、うん、僕は絵の具になって筆にしたって、筆だって買ってきて、買ってきても使うの2、3本なんですよね。そうですよね。それは詰める前に使うっていう。いや、武田君が絵の中で書く文字、あれ、あの文字が好きなんですよ。あのちょっとね、なんだろう、こう、うねったような。それはあれなんですよ。ちゃんと書かないんですよ、文字は、本当に僕は。うん。ズボラなんですよ、すごい。なんか、物が、いつもちゃんとしてないんですよ。物がちゃんとしてない。で、文字もちゃんとしてなくって、うん、ここを流すんですよね、すごく。書くって、こう、ちゃんと、止めなきゃいけないところを流したりとか、うん、四角くこう、なんていうかな、書く、カチって書くところを丸くしちゃうんですよ、うん、伸ばしちゃって。そうすると、何の字か分からなくなってくるんですよ。でも、だから好きなんだよね。そうかもしれないですね、うん、絵なんだよね、完全に流れで書いてるんですよ。絵で書いて読めなかったですよ。絵っ
なんて書いてあるんですかこれって、なんですかね。わかんないですね。あ、これ楽しいな。これはすごいですね。これはすごいぞ。なんか何ですか。なんていうか、このベタ踏みにしてもちゃんと味が出るんですよね。うん、そうそうそう。英語で書いてる。結局ね、筆跡がそのまま残ってる感じなんで。そうですよね。うん。ああ、そっか。塗りつぶしスーランってやんない方がいいですね。やんない方がいい。よく考えたら。うん。あんなことやったら。そう、味がなくなるんだね。ですよね。うん。あ、これは昨日出す例だったらいいんだけど、うん、そういうんじゃないだったらやっとかない方がいい。最近なんかそう、テレビとか見てて、漫画とか見てて、アニメとか見てて、安っぽい絵が多いんですよね。うん。そういう塗っちゃっただけ。そう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 。デジタル面白みがないんだよね。職人さんが乗った方がいいです。あ、これです。楽しいな。武田君は絵を描くときのこうなんかテーマってあるの？テーマはあるんだかないんだか。すごいやるんですよね。そこがですね。描き始めてから決める方。2種類あるんですよ。ああ。ある程度。自分でこういうのを描くぞっていうのが、それ結構どういう絵を描くかっていうのもあるんだけど、なんだろうな、結構お祭りとか本読んだってこととか、うん、あとなんかこう結構そういう民族の本とかそういうの好きなんですよ。そういうの読んでるといろんなこう例えが出てくる。例えとかなんか比喩みたいな話が神話とかそういうのって、そういうのからヒントを得たりとか、でああいうの描いてみようと思ってたら後に描く場合もあるし、ざっくばらんに考えて描く場合もあるし、何も考えてない描く場合もあるんですけど、やっぱり何かっていうと何でも考えてない時に描く場合は、途中で何か掴めればいいんですけど、掴めないでだらだら描いてると大体最後に白黒に見つぶしますね。結局何も掴めなくてダメだって言ってこれだなって、やっぱり何かこうやっぱりある程度がっちり決まってもらった方がいいのができると。例えばこの絵みたいなのはこの絵はああやって考えがあった感じですね。その時はなんか動物と人間はどうやったら仲良くやっていけるだろうと思って、そしたらインディアンの神話とか読んでたら、インディアンは動物が人間だが皮をかぶってやってきたって考えらしいんですよ。アメリカンインディアン、アメリカンインディアンと、あとアイヌの神話もそれが多くて、うん、それで肉を運んで持ってきてくれたからって言って、で殺して肉をもらって魂は帰っていくっていうんですね。そしたら今度今回ふとしたことで見た本かなんかで写真があって、中国の青銅器からの写真で、それが本当にあ、この絵描いて途中で見たのかな、うん、瀬戸青銅器も本当に顔がついてて、上に動物がついてるんですよ、くちゃって、あ、同じだと思って、これはいいぞって、これは歴史が証明してくれた。そっちの絵は牛、牛ですね、これは牛からいろんなものが出てくるんですけど、これはですね、僕はインドにすごく縁があって、牛がいるんですよ、インドの神様に、うん、いろんな神様いるんですけど、牛の神様一つ、何でもこう富を生む牛がいるんですよ。何でも出してくれるよって言って、へー、インドは 何度か行かれてるんですか。僕は3回ですね。この前久しぶりに行ったんですけど、僕はヒンディー語を勉強してたんで、ああ。でもヒンディー語を勉強してる人は大体北インドに行くんですけど、北はヒンディー語を喋るんで、僕はやっぱり日からちょっと行くって南インドにばっかりって言われて、1回目の旅行は南インドだったんで、あとの2回はほぼ里帰りみたいな感じ、うん、そういうとこあるんですね。縁ができちゃうんで、1回旅行行くとそういうとこにもう1回行こうって。でも本当に今は10年ぶりぐらいだったんで変わってます。